はい、夢です。こんにちは。どうもどうも。今日はですね、ディズニーシーの、トレイルに来てます。いわゆる、トレイルグリ、ミニちゃんのグリに来てるんですけども、でちょっとね、またミニちゃんピンショー撮りに来たんですけど、ちょっとね、またね、新しい撮り方にちょっと今チャレンジしようと思ってですね、ちょっと実験できました。うまくいくといいんだけどもな。ちょうかな。はい、でね、まあ、どんな撮り方かっていうのはね、うまくいったらちょっとあの紹介します。まず行ってきます。はい、今日のトレイルはですね、ミッキー50分、ミニ45分、グーフィー30分って、まあまあですね。はい、じゃあうまくいくかな。行ってきます。はい、撮ってきました。まず早速見てもらおうかな。ドン、こちらです。こちらも一発勝負で1枚しか撮ってないです。本当一発 OK でした。いやー、ちょっとね、今日はね、実験的な撮影だったんだけども、本当一発でうまくいってよかったです。ね、設定を言っとくと、まずはね、シャッタースピード60分の1で、 F 値4で、 ISO 400ですね。で、天井バウンスで、前の動画で言った通り、斜めやや後ろに発光させて、ストロボをね、これつで、あの光量はね、フルパワーですね。こいつがね、ガイドナンバー確かね、55か60ぐらいなんだけど、このストロボを 100%、 1分の1フル発光で撮りました。で、今日ですね、ちょっとマニアックな撮り方って何かというとね、これ見てください。ストロボの前になんか妙なものがついてるでしょ。これオレンジフィルターなんですね。ストロボにね、オレンジ色のフィルターをつけると、ストロボがね、オレンジ色に光るんですよ。で、なんでこんなことをしてるかというと、ちょっと俺的にね、考えがあってやりました。ね、今から言うのはね、かなりマニアックな撮り方で、かえって、ね、失敗する可能性がありますなので全然お勧めできませんけども、ギャンブル好きの方、もしくはですね、一か八かで勝負していい写真を撮ってみたいっていう方におすすめのテクです。なので、まあ、ちょっと上級向けかな、まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、上級、かなり、ストロボ撮影いっぱい撮ってる人向けの設定になります。そこはご承知おきください。で、ここにね、オレンジ色のフィルターをつけてます。で、なんでかというと、トレイルの、グリ施設のとこって黄色いでしょ、照明が。だから写真全体が黄色かぶりって言って黄色くなるんだよね。まあオレンジかな。夜になるとさらに黄色かぶり、昼はまだマシなんだけど、夜になると本当に黄色くオレンジ色になるんですよね、トレイルって。これで、大抵ね、ホワイトバランスをね、5000とか5200とか太陽光とかで撮ると写真が黄色くなります。で、そこで黄色かぶりを防ぐ一番有名とか一番メジャーというか一番まあ楽な方法は、ホワイトバランス、いや、ケルビン値 K ですね。ホワイトバランスを下げる、まあ、5000、ね、表示のところをね、4000とかですね、4500とかね、3000とか K のケルビン値を下げていく と黄色かぶり、黄色がどん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 減っていって、その分青くなるんだよね、写真がね。だから現場なんかでもオレンジ色の光がすごい強い時なんかは、プロカメラマンね、なんかはこのケルビン値をですね、3000とか4500とかにして、なるべくオレンジ色を抑えた撮影っていうのをね、よくやるんですよ。で、ただしね、そのやり方をすると欠点があって、写真全体がケルビン値、あのオレンジがぐーっと下がるので、ミニちゃんの顔とかもね、なんか青白くなっちゃうんだよね。わかるかな。だから写真全体がグググググッと色が落ちてしまうので、こうするとね、やっぱいい顔にならないんだよね。で、そこでストロボの光を黄色くするんですよ。ストロボの光を黄色くするから、つまりトレイルの上の電気とか、ね、街灯とかのあれと同じ明るさでストロボをパッと焚いて、ストロボの光も黄色くし、そこで写真全体のケルビン値、ホワイトバランスをぐーっと下げると、要は写真全体がいい色になるっていう、そういう理屈なんですね。で、その理屈で撮ったのが、まあ、これなんですよ。なので、この写真実はホワイトバランスね、3000です。普通に3000で撮ったらちょっとやっぱりね、青白くなるか、いい色なんだけども、ちょっとだけミニちゃんの顔がね、青白くなっちゃう気がする。だからそうならないようにストロボでちょっと黄色くしてんですね。分かったかな。で、ただね、トレイルで俺のこのペンタックスで
ホワイトバランスずっとキルビン3000まで行くとちょっとね緑が強くなってきたのって、ミニちゃんの横のねティーポットとかね、あのお茶セット、あの辺とかねキャストさんの後ろ姿で1、2倍実は試し撮りしててで、まあ試し撮りも出すかこの辺な、はいこの辺試し撮りなんだけど、そこを見たらねちょっと緑が強かったので、今度緑が出ないように色味調整のピクチャースタイル色、これ機種によって言い方違うんだけど、ペンタはなんだっけな、ピクチャースタイルだっけな、なんかあるんですよその色味の設定がね。でそれでちょっとだけねマゼンタ寄りにしてますね、マゼンタ M、 要はね緑の反対色、緑の反対のマゼンタを下に下になってます。ちょ見せようか、ちょっと待ってな、はい見えるかな、ペンタックスの設定画面はこんな画面なんだけど、この K3000 って書いてあるのがこのケルビン値ね、ホワイトバランスのことで、オレンジ、まあ、アンバーね、オレンジと青を行ったり来たりさせることができます。でこの緑と、マゼンタ G と M って書いてあるねこの上下のカーソル、ここでグリーンとマゼンタの色味を調整するんですね。それでちょっと待ってね、はい、この辺ちょっとやっぱね緑かぶりしててちょっと緑きついなと思ったので、ちょっと補正でですね、M の方にちょっと強めにしたんですよ。そしたら色味バッチリきて、はいほらキャストの後ろ姿でバッチリだと思ったので、これでバーンと撮らせてもらいました。これ老現像一切なしですね、バッチリです。まあ目線はね、まあアップするとちょっとだけ目と鼻のトライアングルがずれてるんですけども、まあ別に俺その辺は気にしないので、ミニちゃんが俺のをちゃんと見てくれてるので、ちゃんとね可愛い格好してくれてるんで全然問題ありません。はいこんな感じで撮れましたという報告でした。どうですか、分かりましたかね。このオレンジのやつはね、プロの現場では本当によく使う方法 で昼だからちょっとねこのオレンジの色がちょっと弱めなんですよね。これちょっと見せようか、はいこれオレンジ、あちょ分かる、ほらオレンジになってるでしょ、はいオレンジになってるの分かるかな、分かるよ、晴れ分かるよね、はいはいこうやってね。で今昼で明るいのでオレンジちょっと薄くしました。でもしこれ夜とか日没になったらもっともっとトレイルはオレンジ色の光がいっぱいね強くなるので、さらに夜はこのオレンジのフィルターをもうちょっと濃い色にするとおそらくいいはずです。なんで次はですね夜のトレイルでホワイトバランスバシッとバッチリ合わせたこのフィルターを使った方法っていうのをいつかやってみたいと思います。おそうそう、このねフィルターはどうやって買うのか、どういうのがいいのかっていうのを一応言っておきますね。 Amazon でねこういうカラーフィルターが売ってます。でこのバンド付きなんですよ。んで中開けるとねこうやってねカラーフィルターがいろんな色がドバドバドバーっとこうやってあるので、まあ背景にね色をつけて撮ったりとか、今言ったオレンジかぶりをね直したりとか、さまざまな用途があります。でほんと完全にこれまあプロ向けっていうかセミプロっていうかハイアマチュアというか、本当にもうスタジオなんかで写真撮りまくる人用のキットなので、あんまりねこのディズニーとかねパークとかねキャラクターグリーティングとかねショーパレとか撮る人がぶっちゃけ買うもんではないと思いますが、一応参考で言っときます。でこういう風に袋に入ってて、いろんなカラーフィルターがだいたいね16色ぐらいかな、こうやってバーっと見える、こうやって入ってます。でこのバンド、このヘアゴムのようなこのバンドもついてきます。でこのバンドをこうやってストロボにこうやって、はい、かけて、それでここにフィルターをつけて撮ります。で当然ストロボは天井バウンスできるように前に動画で言ったこの縦横ね、この縦横でこうやって撮ります。はいこんな感じかな。まあフィルター買ってまでねギャラグリにここまでやる人はそもそもいないと思うけども、俺もねスタジオ撮影するのでたまたま持ってたんで、キャラグリのためにねわざわざ買うかって言ったらちょっと考えかもしれないな。まあでもねストロボに興味が出たでもっとカメラ勉強したいと思ったら買ってみるのもいいかもしれません。面白いですよ。はいってな感じですかね。はっきり言ってお勧めできません俺も今やってみたけどもね、めっちゃギャンブルだってちょっとねすごいプレッシャーでした。もうね本当にね40分並んで大失敗だったらもうそれで終わりなので、で失敗したからもう1回って言ってねやっぱ並び直すのもしんどいので、今日は成功しても失敗してもこの1枚でもう終わりって思って並んで撮りました。そしたら一発でうまくいって本当よかった。めっちゃいいミニちゃんでしたよ、ははははあと1個補足があります。今ね
トレイル出てきたらちょうどね男の子でミッキーのグリをね終わった後の子がなんか出てきて、俺のとこに海さんですかって話しかけられて、そうです。そしたらたった今ミッキーのトレイルを僕撮ってきたんですよって言って、あの写真見せてくれて、でめちゃめちゃ綺麗に撮れてました、あの天井バウンスで。で彼曰く、あの俺が出てる、まあ、俺とキッシーがね説明しているこの動画を見て、でストロボを買おうと思ってキッシーにしたんですよって言って、でストロボもすごい中華のねニューワっていうね全然純正じゃないね、多分俺の見立てではね1万円ぐらいのね安いストロボだったんだけども、あのそのストロボを買ってちゃんと俺たちが言った通りに天井バウンスでちゃんと撮ったらめちゃめちゃ綺麗に撮れましたって、今撮れたばっかりの写真を俺にすごいベストで見せてくれて、でストロボを買おうかどうかめちゃくちゃやっぱりね迷ったんだって。やっぱね、あのもし買ってみてさ無駄な出費で、ね、あの安物の銭失いじゃないんだけど、ね、1万円ね、若い子に1万円では高いので買ってみて結局使えないね、あのクズをね使ってしまっ買ってしまったらやっぱもったいないので、すごいねあの勇気いったんだけど、あの一か八かというかせっかくだからと思ってあの買ってみたんだって。そしたらめちゃめちゃ綺麗に撮れたって言って、買ってよかったって言って、すごい本当にね、本当これできん、あの作り話じゃなくてさっき感謝されたんで、もしねこの動画見てたらね、あのそれ俺俺ってぜひ言ってほしい。ニコンの子ね、ニコンの単焦点つけてた君だよ君、あのニューアのストロボ君ね、あのすごいね、俺もキッシーも多分キッシーもこれで喜んでると思う。なのであの言った通りにやったらちゃんと撮れましたってね、あの教えてくれたんで、あの非常に俺もね嬉しかったです。はい、ってな感じでですね、オレンジフィルターを使ったホワイトバランスを適正に撮る方法でした。トレイル皆さん頑張ってくださいね。じゃあね、バイバーイ。